よーみんな、俺の名前はシゲ・ノゴロウ。まあ今日は清水とデートの予定だったが、みんなにジャイロボールの投げ方を教えるぜ。軽くネタバレすると俺はもうジャイロボールを投げることができねえ。ゴロウくん。なんだよトシ。トシも来たことだから、修行してっか。この米粒一つを右の皿に移す。それだけだ。まあこの作業ができれば、ジャイロボールがマスターできるっつうわけだ。あの街道高校も0点に抑えることができるってわけだ。ゴロウくん。なんだよトシ。眉村張りの冷たい目線で俺を見てくんじゃねえよ。大丈夫だ、ちゃんとこの米粒は取ってみせる。落ち着け。左の皿から右の皿に移す。それだけだ。あの夢島での地獄の日々を思い出せ。あの地獄のようなトレーニング、俺は耐え抜いてきたんだ。そうだ、思い出せ。だからそれに比べたらこんな初歩的なトレーニングなんて、くす。でもいいんだよな。こんな簡単なさ、トレーニングでジャイロボールが投げられると思うか。投げられねえんだよ。才能なんだよ。ゴロくん。はい、どうもこんにちは、中の人でございますけれども、今回なんだけど、今見てもらった動画さ、あの縦画面になってなかった？こういう感じで、しかもなんか黒のなんか余白の部分余ってなかった？あれさ、なんでかなと思って。いやね、毎回ねカメラをこう横にして横画面でねしっかり撮ってんだけど、こう余白がね余らないように、さっきの動画なぜか縦画面になってんだよね。え、なんで？ねえiPhone 君、君に言ってんだよねえつってなんでなんだろうな。本当に毎回カメラこう横画面にして撮ってんのに、たまになんか勝手に縦になってんだよね。ねえ、不思議だよね。不思議よね。あ、これなんかあの橋本環奈のマークに似てない？橋本環奈ちゃんがこんなマークやってなかった？違うか。はい、まあそんなわけで、1億光年に1人の男、長野人でした。またね。